アラナ・ナジモバ1945年7月13日は、ロシア出身の女優、脚本家、プロデューサーである。その美貌と独特の個性で、サイレント期最大の女優と言われている。本名、マリアム・イデス・アデライラ・ラ・ベントン。当時ロシアだったヤルタで生まれた。子供時代の大部分を、里親や、親戚の下で暮らした。子供の頃は音楽に興味を持ちバイオリンを弾いていたが、 17歳になって演技のクラスを取るようになり、スタニスラフスキーの主催するモスクワ芸術座に参加。そこで彼女はチェーホフやゴーリキーの親しい友人だった俳優、パーベル・オーリーネフと出会い、二人はパートナーとなる。二人はヨーロッパのツアーに出かけ、1906年にはブロードウェイにも出演して大成功を収めた。そのままアメリカに住むことを決めた彼女は、 1916年に映画デビュー。映画の成功に伴い、彼女は週1万3000ドルの報酬と、監督、脚本、主演男優の決定権まで与えられていたという。ナジモバはその後の数年間に多くの映画に出演し、特に悲劇女優として絶大な人気を博した。同時に、彼女の風変わりさはメディアの注目するところとなっていった。 サンセット大通りの彼女の館では堕落したパーティーが開かれていると伝えられ、ゴシップの的となった。また、彼女はバイセクシュアルであったと伝えられている。彼女とか代わりがあった女性には、女優のエヴァルガリエンヌ、映画監督のドロシー・アーズナー、作家のメルセデス・デア・コスタ、オスカー・ワイルドの名、ドリー・ワイルドなどがいた。また、馴染む場は10年以上の間、 俳優のチャールズ・ブライアントと暮らしていた。しかし彼はゲイであり、二人の関係は、ナジモバのバイセクシュアルなライフスタイルを隠したかった彼女のスタジオとゲイであることを隠したかったチャールズ・ブライアントの両方の目的に資するものであったと考えられている。彼は1922年の人形の家と翌年のサロメをナジモバ主演で監督している。 1918年、自信をつけたナジモバは、自分のプロダクションを設立し映画制作に乗り出す。彼女は、オスカー・ワイルドやイプセンの作品を本案してゆくが、大衆には受け入れられずに、巨額の資金を失ってしまう結果になった。特に1923年のサロメは、スキャンダラスと受け止められた。ちなみにこの作品で、美術監督を務めたナターシャ・ランボバは、後に、 ルドルフ・バレンティノと結婚している。ヘイズ・コードによる厳しい検閲、彼女の演技スタイルが当時の流行に合わなくなってきたこと、映画作りのための資金がなくなったことにより、1925年頃には映画界から姿を消し、ブロードウェイの舞台に出演するようになった。1940年代には数本の映画に出演したが、そのほとんどが金のための小さな役であった。 ナジモバは乳がんを克服したものの1945年に心臓発作によって死去した。彼女による一センの本案は当時受け入れられなかったが現在では高い評価を得ている。奇跡のバラ広告ありがとうございます。